12s. アナウンスをさせていただきます。これまでしばらく
キューありがとうございます。どこなんですか今村さん、今日何が良かったんですか。イエローバックスみたいな顔してますけど誰がイエローバックスや。髪型も、いや、インスパイア受けてパーマかけちゃってるからね。インスパイア受けちゃって俺も気持ちは一つにつったけど、やっぱ間近で見るとやっぱパーマ全然足んなかったわ。レベル違うし、もっと巻かなきゃダメだったな。なんかさ、何それ、何っていうパーマ。ツイストっす。ツイストなの。なんかサバ缶残ってるのは何なの。だからそういう巻き方してるんですよ。もうサバが残るような巻き方してるんですよ。ゴロつきじゃん。なんでやねん。ゴロつきじゃん、もう。普通のツイストパーマだから。これは。あ、そう。何が良かったの今日。なんでこんなシュート入ったの。なんで。いや、やっぱボールムーブが良かったじゃないですか。俺がいたからじゃねっていう。前半ね。最初ひどかったもん。前半のレイアップが一回もリングに当たる。日本を代表する人だったらレイアップぐらいリングに当ててくださいって。2、3回あったっすか。2、3回ありましたからね。左手でパス出して、全然誰でもいないところにパス出して。どうしたよ、ちゃんとジャックがいるとこに。なんかちょっと あれは何なの。えレイアップがリングに当たったりしないのに、それはシュートがなんであんな入んの。だってタッシーがいるから。そうなんです。今はそれで今日もちょっと締めようか。締めようか。締めよう。終わり、終わりだよ。終わりだよ。一言で終わったく。ひどい。一言で終わったく。ミッチェルが一言で終わったく。帰ろう。帰ろう。早く帰ろう。帰ろうか。急いよみんな。次は信州で会いましょう。今度は信州に行ってみよう。